教えてください。何をだ。戦う術を。両手を絞り込んで剣を相手に叩きつける。向かっていって剣を相手に叩きつける。戦うということはただそれだけのことだ。だけど戦うというのはな、たとえ敵の刃が己を貫いたその刹那でさえ生きる、生きようと思う、そういうことだ。生きることは死ぬことだなどと悟ったようなことを言う奴がいる。そういうことは一度も刃を交えて戦ったことのないたわけが言うことだ。生きるということはもっと必死なことだ。死ぬということももっと必死なことだ。だけど生きようと思え、最後の最後までどんなに追い詰められても生きようと思え。そうすればいつか必ず己の命を捨ててでも守らねばならぬと思えるものが必ず見つかる。戦うというそういうことだ。俺もこの年までそのことを探し続けてる。己の命よりも大切なものは。生きろ。